の皆様、少しだけお時間を頂戴します。この度ですね、豊島区の方で豊島区区長をお手伝いいたしました斉藤と申します。本日はご覧いただきありがとうございます。何よりも津田投手のですね、人気が高みに見えたな、ということを感じております。来日の場所を申し上げますと、実は少し前まで何とかも今もなんですが、本格化をやっておりました。ある音楽大学を出ます、活動をしてたんですけれども、いろんなこと、自分のもちろん、注意もあるんですが、内気力立ち行かない部分もあったりなんかしまして、いろいろ、自分なんかで連行するうちに、実はどうしと、私は出に行きまして、今回、全国で部長を募集、東京都で部長を募集ということで応募しまして、それで現在来たという形であります。先ほどコースの方も言ってましたが、外国人ですね、もう、優遇しすぎじゃないか、私もそれはすごく感じております。私実は欧州に、ちょっと留学経験があるんですが、そこのやっぱり学校の学費は、普通に学部生として入ると、やっぱり倍ぐらい。で、高校生みたいな形で行っても、日本の大学の1年分の学費にそんなものをお金かけられます。それが、この自国人ですと、例えばオーストリア、この自国人ですと、割と無料です。で、金融圏内ですね、この辺も、かなり優遇されてきた、そういうところであります。留学というものは、こうしてやるんだろうと、私も思っていましたので、何も、疑問はなかったんですが、帰ってきて、ふっくっていう感じであります。そんなこともございまして、こういうところにも非常に感じますし、あるいはそういうのをきちっと応じないエリア、こういったものにも非常に感じます。こういったわけで、今回、国立国立事務所ということで、ここに来させていただきました。今後、何かの海に皆さんにまたお目にかかることがあると思います。どうぞ、日常にお願いいたします。斉藤の質問です。どうぞよろしくお願いします。お集まりいただきどうもありがとうございます。私の福沢投手には半年ぶりぐらいで割と元気そうで安心しました。皆さんも後で足とかご挨拶頑張ってください。福沢投手が言いたいことは全部言ってしまったんで正直特にないんですけど、これからも皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。日本改革と公約で消費税の減税も挙げておりますけれども、あちこちに10万円あげよう、いうことをやらずにですね、消費税下げてもらえれば皆さんに公平だったと思いますけれども、そうは思わないでしょうか。消費税、例えばですけど、1年間に100万円ぐらい使っちゃいますよね、皆さんね。どんなに節約してもですね。で、その100万円のうち、消費税分が10万円ぐらいということになります。それでしたらば、全国民に10万円配るよりも消費税を1年間なくしてくれた方がずっと公平で、手間も少ないと思うんですけれども、使ってない人は使ってないなりに助かると、で、使ってる人は使ってるなりに助かる。消費税減税、今コロナなんですから緊急措置ということで1年間消費税免除します。そういうようなことをやってもいいと思うんですよね。そうするとですね、その1年間のうちにですね、家建てちゃおうな、車買っちゃおうな、そういうですね、大盤振る舞いも期待できると思います。
ですけれども財務省は減税をするぐらいなら死んだ方がマシぐらいの必死の抵抗をいたします。岸田総理も財務省の側近に囲まれてそういうような考えに非常に洗脳されていると思います。財務省の官僚たちが必死で増税するのはなぜなんだと、理由は何なんだと、私が考えますに、北朝鮮のようなですね 100% 納税させて 100% 自分らが分配を支配すると、そういうような絶大な権力を財務省が目指しているんじゃないかと思い当たりました。そうでないと景気を悪くすることが分かっているのに増税に反応する、そういう理屈が成り立ちません。まあ、財務省の官僚の方は非常に頭のいい人が多くてですね、東大の法学部が多数を占める層なんですけれども、まあ、今実質税関率が 48.0% ですよ。まあ、5項5位っていうんでしょうか。いいところの殿様に恵まれた江戸時代の百姓よりも重税に苦しんでいるのが今の日本人であります。財務省はこれをですね 100% 納税させて集まった金を自分らが好きに分配したい、差配したい、支配したい、こういうことをやってるんじゃないかと思っております。財務省の官僚さんたちも文科省の官僚さんたちと一緒で全然先が見えない、地頭が悪い悪い連中であるな、私は思います。なぜならですね、自分らが必死で上げた税率、重税に苦しむのはその人らの小屋も子孫も等しく苦しむわけでありますから、自分の子供や孫を苦しめるために税金を一生懸命一生懸命上げている今の財務省の官僚どもは本当に頭が悪いな、哀れに思っております。こういうのはやっぱり記憶だけで見ればいいっていうテストの形式だけじゃありませんよね。地頭の問題だと思います。勉強バカという言葉もありますけれども、勉強バカにできてもですね、先が見えないバカにですね洗脳されて、参院選が終わった後に早速増税をかましてくるのが岸田総理であります。現在も自らの意思で岸田総理は側近を財務省に取り替えて固めているそうであります。参院選後は何らかの理由をつけて増税をかましてきますんで、その時は皆さん一緒になって文句を言いましょう。今一番可能性が高いのはコロナ復興税という名目でですね、皆さんに金に取り組んでお金ないんです、増税させてください、こう言ってくる可能性が一番高いであります。3月11日昨日は東日本大震災11年目でしたけれども、私も被災者ですが、復興税はもうやめてもらいたいと、復興税という名目、ここからでですね一般会計からもし必要があるんだったら出せばいいじゃないですか。これね、財務省が新しい税、新し
しい名目の税金、新しい項目の税金を作りたがる理由ですね。新しい項目の税を作ると天下りだったりが一つ余計に作れるからだそうなんですよ。そんなね、自分の目先の天下りだったりを作るために、自分の子供や孫までの重税に苦しむことをやってるのはバカな財務省どもであります、その財務省にすっかり洗脳されちゃってる岸田総理はもっとバカなんですけれども、岸田総理、経済根治、外交根治、国防根治、あとは何でしょう、根治でないものはない、有能な部分が一体あるんだろうか、ちょっと謎に思い出してしまいます。岸田総理になった時点ではですね、私もひょっとしたら名君なのかもしれないな、様子見しておりまして、あんまり文句言ってませんでしたけれども、今は確信を持って見えます。岸田総理、あんまり頭がよくありません。なんでもかんでも脊髄反射で先売りして、困窮学生に金配るなんてことは検討もせずに即断即決、全くおかしな判断の頭の悪い事実であります。そうだそうだ、あぎれちゃってあぎれちゃって、早く高橋さんに代わってくださいな。うるさい、高橋さんの方がいいですよね、皆さんね。岸田総理じゃなんかもうダメそうですよね。ダメだ。岸田総理のですね、検討するであるとか緊張感を持って注視するであるとか聞くと、私脱力したんですよ。へなへなへなと、どうせ何をやってんだろう、何にもやらないことをいろんな言葉で表現するおじさんという名前がついてしまいました、岸田総理。本当に本当にですね、高市さんに早く変わってもらいたいものであります。急いぞ。ちょっと確認して、胸が痛くなってしまったので、このぐらいにいたします。すみません。